FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。さあ、時刻は午後5時を回りました。ギノワン市キユナのギノワンヒルズ通りの高台にあるスタジオから飛び出しまして、今日もこちらやってまいりました。トロピカルビーチからの生中継でございます。はい、さあさあさあ、今日もですね、本当たくさんの、方々がですねこちらで、ね、遊ばれてて、本当にもうビーチがね今日も多いんですよ。遊んでる人がね、結構いましたね。バーベキューしてる人もいっぱいいた。ねえ、いっぱいいたでしょ。うん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 、平日からすごいね、本当に、たくさんいたんですけども、今日ね、先見てたら水着のね着てるね人とかねもうたくさんいてね、でなんかそんなね方々がみんなね、まあ楽しそうにね撮ってるわけですよ、写真を。でその写真がね、ジャンプしながらね写真撮ったりねしてるよ、わかる？自撮りのような感じで、うん、こうねジャンプしてね撮ってるのよ。楽しそう。どこどこ、奥の方にいたんだけど、もう今いないかな。あ、そうなんですか。そうかな、うん、自撮りしてせーのはいっつってめっちゃはっちゃけてる。そう、はっちゃけて沖縄だって感じでやってるのか。そう面白いなと思いながらこうね見てたんですけども、はい、まあ、そんな方々ねたくさんいるトロピカルビーチからお送りさせていただきます。はい、どうもありがとうございます。これ、ね、見に来ていただいてたくさんいますね。はい、さあ、今日もですねそんなひーちゃんと、ね、はい、共にお送りするんですけども、はい、一応ね、今日はねゲストの方がなんといらっしゃいます。はい、でゲストの方への質問と皆さんからいただきたいメッセージテーマもございます。今週の皆さんからいただきたいメッセージテーマが〇〇の日記念日の話でございます。いいね、記念日ね。はい、ぜひね教えていただきたいなと思います。ちなみにひーちゃんはね、はい、先週ね先週の放送お休みでしたけども、はい、先週が誕生日そうね、放送日にね、そうそう、あの飛んでました。誕生日なのでちょっと沖縄にいませんでした、うん、誕生日なのにだからいなかったっていうことね。いいね、楽しんでましたよ。誕生日何どう過ごしたのよ。誕生日、うん、昼はまあ東京で遊んで、はい、で夜帰ってきて、うん、夜はあのね、飲み明かしてました。本当にやばい、連日飲んで、うん、やばかったです。あのね、やばいです。まあそんなもんだよね。久々にあんなに酒を浴びまくりました。誕生日だから、うん、もう4日連続くわ、前夜祭と当日と後夜祭。いや、ひーちゃん誕生日関係なく飲んでるもんね。はい、あんまり関係ないよね。特別言いながらも。そうです、多分今日も二日酔いですね私。やめろやばいです、昨日の記憶がちょっと。もうちゃんと喋ってください。はい、お願いします。はい、はい、さあそして皆さんからねそんなメッセージいただきたいなと思うんですけども、さらに今日はですねこの後ゲストの方にお越しいただいております。5月26日土曜日に開催されます普天間山神宮寺で開催されますアジルミュージックフェスティバルからですねカチンバのシュウさんですね、はい、ご登場いただきますので、ちょっとね、いろいろお話聞いていきたいなと思いますので、ぜひですね、こちらシュウさんへのメッセージ質問等々もぜひですね送っていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、メールアドレスは797@fmgino1.com 797@fmgino1.com です。はい、こちらお聞きの放送は 79.7MHz FM ギノワンでございます。 FM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信もしております。
FM 機能1のホームページからも見ることができますので、そちらもお楽しみくださいませ。たくさんツイートもお待ちしております。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、というわけでございまして、今日もですね、この後、午後6時までですね、はい、はい、お送りしていきたいなと思いますので、皆さん最後までお楽しみくださいませ。では、ちょっと今日の1曲目、こちらおかけしましょうかね。はい、ミスター・チルドレンで Useful Days。 あ、じゃあ仲いいんですね、エテンさん。すごくいろいろそうですね、やらせてもらってます、一緒に。すごかった。このヘッドホンをつける感じ。あ、そうですね。あ、なくてもどっちでも大丈夫です。はい、あると食べる。一応今 BGM とかそういうのは流れそうはするんですけど、うん、でもあると聞こえやすいかもしれないです。CM を一回流しますので、26日です。CD 流したいのに。怖いな。これどうしたらいいんだ。え、CD 流せない。壊れてる。ここから。ちょっと待ってくださいよ。そっち行けるんかな。こっちある CD。こっちあります。大丈夫そう。ちょっと待ってよ。じゃあどうしようかな。そんなピンチなの。CD。ね。あ、よかった。
サザンブリーズ水曜日お送りしております。さあ、今週ですね、皆さんからいただきたいメッセージテーマが〇〇の日ということで、たくさんですねいただいてますので、うん、まずね皆さんからのメッセージご紹介していきたいと思います。はい。さあ、ではですね、まずはラジオネームエコザエルさん、ハロチロンピーってありがとうございます。そしてミヤちゃんペオンザビーチさんよっつって、そして東京からミッキーさんもありがとうございます。ミッキーさん、貝殻ビキニは今いますかって貝殻はいなかったですけどね、普通のビキニの方々はねたくさんいらっしゃいましたよ今日も。はい、本当に素晴らしいロケーションでやらせていただいておりますありがとうございます。そしてミヤちゃんさん、ミヤちゃんオンザビーチさんが、うん、ひーちゃんがね、うん、そんだけ飲みすぎたから、うん、2キロは太ったなって酒で太ったっていうかね、うん、食いすぎて太りました単純に美味しいものをたくさん、単純にですね、はい、そしてラジオネーム大塚健二さん、こんにちは。埼玉は晴れ、30度超えて31度、そんな暑いんだ埼玉も暑い、ということでございます。はい、はい、さあそして、こちら次ご紹介するのがね、じゃあね、今日のテーマ、はい、の〇〇の日ということでミッキーさんがね、はい、〇〇の日と25年前の5月15日は、うん、J リーグの開幕の日だったと。ということでサッカーサポーターでは J リーグの日となってますという、もうミッキーさんサッカー大好きですからね。ということでこれからレッズを倒しにサンフレッチェサポーター出撃しますって、広島の方なんだ。へ、広島のね、あのファンなんですね、うんうんうん、いいですね。そうか、はあ、でもあれなんだ、ミッキーさん野球はライオンズらしいですあ、そうだね、西武広島じゃなくて、なんで応援してないのに、ね、なんかいろいろ変わってるねさあそしてメールでもいただいてますよ。ラジオネーム進撃のめいちゃんさん、はい、はい、東さん、ひーちゃん、生放送お疲れ様です。はい、ひーちゃん、はい、もしかして、うん、飲んだ後だったりしますか。今今日今今っていうか、まあ一応昨日めっちゃ朝まで飲んでましたよそんな感じが出てますかということじゃないですか今日もいいお天気で晴天、雨の時期の梅雨はどこへやら、本当にね、もう梅雨明けでよくないですかと思います、ね、今日のサザンブリーズ、残念ながらお仕事ですが録音してあるので楽しく聞かせていただきますねってことです。あ、東さん今日も泳ぎましたかって。僕ね月曜日泳いだのよ。え、そうなんですか。ここで嘘、放送前に水着で、水着で5分だけ5分だけ入水だけしてきた。え、全部使ったんですか。もちろんもちろん、頭からザヤバジャーンって。マジですごい、もう気持ちよかったですよ。じゃあセクシーショットが見れたんだ月曜日。まあほぼほぼ隠してたけどそうなの、はい、で大塚健二さんからのお題の記念日ということで、うん、それはひーちゃんと出会った2018年1月24日です。1月24日ね、はいはい、忘れてませんか。あの、お会いしたよね。忘れてませんか。記念日にもなってないんですかってごめん、忘れてた日付はあの日握手してくれた右手、今でも洗わず手袋してますって嘘つけ楽しく放送聞いてます、失礼しますということで、イエイエイ、あの時会った3人の写真もね送ってくれますよ。あ、本当、はい、懐かしい冬だった、あの時は冬の、ね、寒い時の寒かった本当に。あの時もまだひーちゃんは初々しかったわ。今はもうなんかね、もうそうだね、もう先週おずり休みしたしねそんな話はどうでもいいです、はい、はい、さあまだまだ皆さんメッセージお待ちしております。さあそしてですね、今日はですねゲストの方お越しいただいております。はい、ご紹介しましょうか。こちら5月26日土曜日、開催されます普天間山神宮寺で開催しますアジルミュージックフェスティバル、からの、こちらお越しになっていただきましたカチンバのシュウさんでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。カチンバのベースを担当しているシュウです。はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、あれなんですよね、ひーちゃんはなんか聞くところによると、はい、もともとこのカチンバさんに会いたかったと。会いたかった、なんか嬉しいです。
そうなんです。結構あのお店、まあ、知り合い、多分共通の知り合いがすごいたくさんいらっしゃってて、はい、でそうお店とかに私いつも行きたいなと思ってるんですけど、もうすぐ近いですよ。ですよね。普天間ですので。ミルベッソですよね。ミルベッソです。そうそう、ミルベッソにいつも多分知り合いがよくイベントで出てるので、うん、見に行きました。だからお会いしたかったんです。あ、でもあれですよね、先ほども今ちょうど着ている T シャツが、はい、あのエイテンさんという画家の方で、そうそう、その方もお知り合いということで。そうなんですよ、はい、もうだからお会いしたくて、お会いしたくて嬉しいです今日は。はい、もう同じ宜野湾で宜野湾でね、今日もトロピカルビーチ最高ですね。すごい天気もいいしすごい気持ちいい感じで今日は出演させてもらってありがとうございます。いやいや、よかったです、ありがとうございます。トロピカルビーチは結構遊びに来られるんですか？結構来ますよ。あ、本当ですか？はい、あの夏場も 2,3 回は必ずと言っていいぐらいビーチパーティーやりますね。あのメンバーと、まあ、あのバンドの、まあ、ファンの方々も一緒に。あ、そうなんですか、はい、すごい楽しそう。やります。みんなお酒も好きですので、あー、バーベキューと気が合いそうだ。はい、で気が向いた時にもう泳ぎまくるって感じでね、楽しませてもらってます。あ、いいですね、はい、本当に、こちらね、はい、来ていただいて、まあね、今もうすでにメッセージねいただいてるんですけど、ありがとうございます。このカチンバっていうのは、はい、バンドというか。そうですね、沖縄ラテンバンドになります。ほう、今年で20周年になるんですけれども、はい、1998年に結成しまして、うん、20年沖縄ラテンバンドとして、うん、まあ、県内県外、海外も含め、精力的に活動しております。あ、今拠点の方は宜野市普天間の、うん、三栄食品館の隣の2階にミルベソスというお店がありまして、ほいほい、そちらで週末、うん、そして平日もそうなんですけれども、いろいろと、うん、世界の音楽が楽しめる、はい、イベントなどなど盛りだくさんでやっています。そうね、はい、いつも日替わりでね、ゲストさんもなんか違うし、すごい面白そうなイベントいろいろやってますよね。そうそう、水曜日と金曜日に主にパフォーマンスというか、うん、ライブの方は結構あるんですけれども、まあ、僕たちはラテン、もともとそのキューバ音楽がベーシックになっているんですけれども、うん、そこから、まあ沖縄の音楽も含め、うん、お店の方で今すごい意識しているバンド自体がとても意識しているのが、うん、やっぱり世界の音楽とのつながりということで、今まで過去20年間の間でも10カ国以上イベントだったりフェスティバルだったりとか、ちょっと参加させてもらう機会がありまして、まあ、そこでいろんなインスピレーションを受けまして、はい、でこの、まあ、今日紹介させてもらう、うん、アジルというワールドフェスタにも結びつくんですけれども、はいはいはい、やっぱりここ沖縄で、うん、しかも僕たちの地元の宜野湾から、うん、1日で世界の音楽が楽しめる音楽のシルクロードを歩める、うん、イベントを開催したいという、気持ちがありまして、はい、今回3回目になるんですけども。そうなんですね、はい、実現するにあたりました。はあ、この本当にたくさんの、ね、アーティストの、ね、方々がいらっしゃるんですけど、はい、ジャンルが、ね、幅が広いですよね。すごい。そうです、もう盛りだくさんですね。まあ、まず沖縄はそうなんですけども、ラテンもそう、はい、で中東のインドの方もそうですし、うん、バルカン地域もそうですし、今回韓国、そして台湾、このアジアからこの中東の方までの音楽の道のりが、いっぱい楽しめるイベントになってます。はい、そして大きな音楽も今回はね、そうですよね、また伝説の方々も来てくれますので、はい、すごい、すごい、めっちゃ楽しそうなんですけど、これちょっと純粋に聞いていいですか、アジルってどういう意味なんですか？はい、アジルという意味がですね、はい、このアジアンルーツトリップの略で、その頭文字を取ってアジルという意味があります。アジアの音楽の旅行ですね。はい、じゃあもう本当これ行くだけで各国のいろんなジャンルの音が聞けて、はい、もう一気にもう世界旅したような、そうです、気持ちになりますよね。もう12時からもうイベントはもうオープニングしますので、うん、そこからですね、まあ、地元の音楽も今回青年会の方々も出ていただきますので、ね、最後はもうこの地元の沖縄音楽と、そして世界からのいろんな音楽のアーティストも含めて一緒にね盛り上がっていきたいと思ってるんですけども、12時からもう、はい、
9時までもうみっちりいろんなあのステージも2つありまして、ああじゃあもう、はい、休むことなく、そうですよ、ソロステージ、メインステージと、でこの時間ごとに、うん、いろんなそのソロステージの小労働というところのステージと、はい、まあ、本堂のステージがあるんですけども、うん、両方あのタイムテーブルも組まれていまして、もうそのなんていうか、もう時間もどん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 、なんてもうこの丸一日がどこへ行っても楽しめる、ね、いやだから本当にいわゆる、まあ、ロックフェスとかそういうのと一緒ですよね、うん、そうですね、もうこのはい、うん、でどん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 その移動したりしながら、うん、その会場内でもまたブースの会場があったり、あのルーツガーデンっていって、はい、このこちらではまた世界の食べ物、まあ、台湾だったりジャマイカだったり、はい、絶対いいわこれ、で飲み物だったらこのラテン系のいろんな飲み物だったりとか、うん、あのお酒もた大人だったらもうお酒も楽しめますし、お酒あるってよ、ありますよ、あるってよ、やった、重要だそこ、モヒートとかモヒート大好きなの私、本当、いやもう取り置きしときますよ、やった音楽よりもお酒あ、そうですよね、そうそうそう、そんなことないよ、でもあれですよ、音楽とあのお酒をセットにね、セットでね、楽しんでもらう、その方がいいです、はい、本当にね、楽しい、子供もあれなんですよ、楽しめる、ね、子供、お子さんもね、はい、子供ブースがあるって書いてるから、あります、何があるんですか、こちらもですね、いろいろ大道芸のプロフェッショナルの方、ペッパーゼロという方々ですね、この東京の方でも大活躍している方なんですけれども、この方もうびしまして、いろんなあのマジックショー、あの大道芸の方ですね、でもお楽しみいただけますし、またこの台湾のアーティストさんで、あの原住民スミンさんという、まあ、台湾の素晴らしいあのアーティストがいるんですけれども、はい、彼がその、まあ、この地元の、台湾の、原住民アミ族であるんですけれども、そちらのダンスのワークショップ、なんですかそれ、あります、それじゃあもう本当に現地に行かないと、そうなんです、習えないやつじゃないですか、それをあの沖縄宜野湾の普天間の神宮寺の方で、へー、すごい、いやなんかもういろんな文化がもう混ぜらい合ってる、そうイベントですよね、はい、またスペインの音楽もしっかり、いいね、はい、あ、もうそこでちょっとあのですね、ヨーロッパが入るんですね、そうなんです、そこはこれまたねスペインの雰囲気もそうなんですけども、あ、いいですね、またあのなんていうんですかね、ポリネシアな雰囲気もありつつ、うん、そしてブラジルの雰囲気もありつつ、サンバチームも出ますからね、あ、それは、はい、また盛り上がるでしょうね、はい、そうなんです、こちらは、琉球大学の岡田先生による参加型プロジェクト、ね、尾長緑庵の琉大サンババクバクバクということで、あのそうそうたる人数ですごい大迫力のあのサンバ演奏もしてもらえます、うわ、もうそれはもう盛り上がらないわけがない、はい、ね、そうなんです、パフォーマンスですもんね、はい、もう1時間では足りないぐらい、あの、ね、各ユニットもいっぱい紹介したいぐらい の、 あのラインナップになってます、はい、いや、またこの本当にね時間も本当たっぷりありますもんね、そうです、もう昼からずっと、ね、ですので、このなんていうか丸1日楽しむもよし、はい、まあ、あの時にはこのステージも移動しつつ、うん、あの少しね、あのブースの方に移動したりと、場所も変えながらいろんな楽しみ方もできます、うん、はい、で家族で来ても楽しめますし、大人またね、その年配の方々もゆっくりと楽しめるイベントになっています、いやー素晴らしいな、すごい、これ絶対行こう私、ね、はい、もう待てます、いやいやいや、それはもうひーちゃん行くでしょう、うん、もうひーともね取り置きしてくれるし、それだけちゃんとこのなんていうか、あの 3,4 杯分ぐらいこの確保しておきますあ、よかった、ミント、はい、ミントたっぷりお願いします、はい、します 3,4 杯足りるの、足りないそう、でも私ほらなんか楽器も、あ、三振も頑張って、ね、あとダンスもやってるし、あと青年会もやってたんですよ、しかも宜野湾で、あ、そうだよね、だからもうなんかもう気になるものばっかりだから、私に精通するってことですね、そうそう、本当にだから私全部見たいのが本当に、ね、海外もよく行くし、そう、海外もよく行くし、なんかこれ私のためのイベントですか、人目のためにやってくれたのかなと思ったぐらい準備してきました、確かに本当だねえ、なんかそんな感じがしますけど、はい、いやー、これはもう行くしかないですね、これ行くしかないです、本当に、こちらのチケットがあるんですね、はい、はい、あります、はい、こちらですね、チケットの方が前売りチケットが3500円、当日が4000円、はい、そしてですね、
今回は要予約になってるんですけども、うん、中高生、海外留学生、65歳以上のシルバーの方の方にも前売りチケットを特別にご用意しております、こちら前売り2000円で当日は2500円となっております。なお割引チケットはメールでのご予約のみになりますので、メールと電話の方ですね、こちらの方はあの枚数限定となっております。はい、こちらお問い合わせ先、098-963-8156 098-963-8156 エルムンドまで、ご連お問い合わせ、たくさんのお問い合わせをお待ちしております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、でこちら駐車場も駐車場もございますね。ですので、はい、まあまあね、数限りもあるかなと思いますし、まあひーちゃんみたいにね、お酒飲まれる方も、はい、一台でまとまって、お友達などなどと一緒に来て、帰りは代行で帰るっていう方法もありですよね。はい。ねえ、さあ、で、こんなやりますけども、こちらアジル、5月26日、はい、土曜日でございます。天満山神宮寺12時開場、14時開演でございます、はい、こちらなんか詳しいなホームページとかなんかその情報もとかなんかあったりするんですか。はい、こちらですね、カチンバの方もホームページ、はい、あと、Facebook の方もやっておりますので、はい、Google などでカチンバと検索すると出てきます、うん、アドレスの方は、www.kachimba.com kachimba.com ですね、はい、そちらからもいろいろアクセスもできますので、うん、またあの Facebook でも僕たちの活動も、はい、見れますので、ぜひ見てみてください。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ